はい、マッサージ師の癒しを藤です。僕が読んだ3000冊の本の中からためになる健康本をご紹介します。今日ご紹介するのは苫米地秀俊著、脳に免疫力をつければ病気にならないです。次の順番で述べます。まず最初にこの本のポイント、次に補足、最後に重要なセンテンスをご紹介していきます。ではこの本のポイントから。生命とは情報です。その情報処理には3段階あります。1、どういう情報が入力されるか。2、その情報を脳がどう処理するか。3、その結果が体に現れる。つまり入力されてそれを処理してその結果が現れるという順番です。例えばある患者さん、必ず良くなると言われ、患者さんもその情報をリアルに感じて奇跡的に回復することがあります。健康も病気もすべて脳が支配しているとも言えます。情報処理について僕なりの補足をします。まず1の情報入力に関しては、今は情報型社会ですので、いい情報ソースをまず持つ、それから自分にとっての有益な情報を、要不要を選別するということが重要です。情報リテラシーなんていう言葉もあります。それから2の脳における処理ですね。どう処理するか。思い込みや先入観を排除して良い結果、ゴールをイメージして、それを暗示ですね、プラスの暗示や瞑想のテクニックを利用します。では続いて重要なキーセンテンスご紹介します。眠りは記憶と細胞を修復する。これは睡眠の重要性を述べています。次、10大元素すべて食事から摂取する。これは食事のバランスの重要性を述べています。はい、次、ストレスでコルチゾールが出て海馬損傷、それが認知症の原因につながる。これはストレスが悪であるということを述べています。はい、次、情報の裏にはたくさんの利害関係がある。これも情報リテラシーですね。次、異性といるだけで健康に良い。動物が行っている自然体の動きがいい。これはヨガのポーズと考えていいと思います。はい、次、条件付けを自分で作る。これは非常に重要だと思います。次、安心すれば健康になる。これも重要です。以上、苫米地氏の本はカタカナの横文字も多くて非常に文章も難解と思われがちです。私も30冊ぐらい読みましたけども、共通して書いてある核心というのがだんだん見えてきますので、皆様も何冊か手に取って読んでみてください。ではまた。バイバイ。